令和4年度福岡県産業廃棄物処理業者講習会この講習会は産業廃棄物の適正処理の徹底を図ることを目的として産業廃棄物処理業者の方に対して毎年開催しているものです今年度は新型コロナウイルス感染症まん延防止の観点から例年実施していた 会場を設けて講義する方法からこの講習会説明動画で実施する方法に変更して行うこととしました産業廃棄物に関するルールは複雑ですのでこの説明動画をご覧いただき今一度産業廃棄物の適正な処理の実施に必要な知識をご確認いただけたらと思います この講習会では、廃棄物処理法の基礎である、そもそも廃棄物とは何かという廃棄物の区分から順番に、こちらにお示ししたとおり、処理に必要な許可区分や処理の基準について、産業廃棄物管理表、いわゆるマニフェスト制度について、産業廃棄物処理業者が 備えつけてないといけない帳簿について各種申請および申請窓口について説明しますなおスライドおよび説明において関係法令について参考にお示しする場合があります法とは廃棄物の処理および清掃に関する法律 いわゆる廃棄物処理法を示し、例とは廃棄物処理法施工令、規とは廃棄物処理法施工規則、県条例とは福岡県産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例、県施工催促とは福岡県 廃棄物の処理および清掃に関する法律施工最速を示しておりますので参考にしてください。それでは産業廃棄物廃棄物の区分について説明していきます先ほどもお話ししたとおり廃棄物の区分は廃棄物処理法の基礎です。 許可業者である処理業者の皆様にとってはもう知ってると思われるかもしれませんがこの廃棄物は何かという判断を間違えてしまうと法違反にもなりかねないのでしっかり理解していただきたいところです廃棄物の区分について廃棄物処理法ではこちらで示した のように規定されています廃棄物については廃棄物処理法第2条第1項に規定されておりゴミ粗大ゴミ燃え殻汚泥糞尿廃油廃酸,廃,酸廃アルカリ動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状または 液状のもの、もただし放射性物質およびこれによって汚染されたものを除くと定義されています。固形状液状の不要物とされていますのでフロンガスなどの気体は別途放棄性がされており廃棄物処理法では対象外となっています。 そして廃棄物に該当するもののうち事業に伴って生じた廃棄物で萌え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック類その他精霊で定められた20種類のものこれが赤字で示している産業廃棄物となります。 そして産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物です。産業廃棄物のうち爆発性や感染性の特性を有し人の健康や生活環境に被害を生じる可能性があって取り扱いに特に注意を要するものを 特別管理産業廃棄物と規定し、普通の産業廃棄物と区別しています。また、普通の産業廃棄物の中でも、アスベストを0.1%より多く含むものは、石面含有産業廃棄物、水銀電池や 水銀を使用した気圧計といったものは水銀使用製品産業廃棄物として別途規定されており保管や運搬処理する際には普通の産業廃棄物とは別に定める基準に従う必要があり注意が必要です石面含有産業廃棄物と 水銀産業廃棄物については区分の改正などが行われていますので後ほど少し説明いたします一般廃棄物で皆様にご注意いただきたいのは家屋解体の際などに残地されている家庭ごみについてですよく監視パトロール中に 建設系の解体廃棄物と一緒に残置廃棄物が運搬されているケースが見受けられます残置されている家具や家電などの家庭ごみは一般廃棄物ですのでそれらの運搬や処理を行ってしまうと一般廃棄物の無許可収集運搬や無許可処分に該当します 残地廃棄物は安易に引き取らず必ず事前に家主に適正に処理していただくようにしてくださいこのように廃棄物の種類だけでなく産業廃棄物か一般廃棄物かそもそも廃棄物か有価物か誤った判断をすると 法違反になることもあるため判断に迷われた際は管轄の廃棄物部局にお問い合わせくださいではここからは産業廃棄物について詳しく説明していきます産業廃棄物の中にはある特定の業種から排出された廃棄物のみが 産業廃棄物になるものとどんな業種から排出されても産業廃棄物になるものがあります20種類の産業廃棄物のうちこちらに示した12種類の廃棄物は排出事業者がどんな事業をしていてもその事業で発生したものであれば 産業廃棄物になるといういわゆる業種指定のない廃棄物になりますなお6の廃プラスチック類7のゴムくず8の金属くず9のガラスくずコンクリートくずおよび陶磁器くず11の がれき類についてはいわゆる安定5品目と言われ最終処分するにあたり一部を除き安定型最終処分場で処分できるものですこの点は後ほど安定型産業廃棄物のスライドでもご説明いたしますまた 混同しやすいものとしては廃プラスチック類とゴムくずガラスくずコンクリートくずおよび陶磁器くずとがれき類があります天然ゴムや生ゴムくずは7のゴムくずですがタイヤのような合成ゴムは6のゴムくずです。 プラスチック類になりますコンクリートを製造する過程で発生したコンクリートくずは9のコンクリートくずですが建築工事等で工作物の新築改築除去により生じたコンクリートくずは11のがれき類 になりますこの表に書かれている内容は皆様が産業廃棄物処理業の許可申請を行う際また排出事業者などと処理委託契約を結ぶ際に必要な知識です廃棄物の種類を間違えて 許可された廃棄物以外を取り扱うことで法違反となることもあるので必ず覚えてください次にこちらに書かれた8種類のうち上の7種類は特定の事業活動に伴って発生したもののみが 産業廃棄物になるいわゆる業種指定のある産業廃棄物ですこちらの表の具体例のところにその業種が書かれています例えば紙くずですがオフィスで発生するようなミスプリントの用紙は指定された業種ではないため産業廃棄物とはなりません したがって事業活動に伴って発生した廃棄物だけれども産業廃棄物ではない廃棄物事業系の一般廃棄物ということになりますこちらには業種指定のある産業廃棄物で特に混同しやすいものについて示しました 木くずは建設業にかかるもの木材または木製品製造業家具製品製造業パルプ製造業輸入木材卸売業から生ずるものという業種指定がありますなお貨物流通のために使用した 木製パレットは業種の指定がなく全業種が対象とされています。したがって、例示の家屋解体で生じた木くずや木製パレット、道路建設のために伐採した木は産業廃棄物の木くずに該当し、特定の業種に含まれていない 造園業者が選定した木くずは産業廃棄物ではなく一般廃棄物ということになります。同様に食品くずは食料品製造業医薬品製造業香料製造業から生ずるものという業種の指定があるため 0時の食料品製造工場で生じた食品屑は産業廃棄物の動植物性残差に該当し飲食店やスーパーで生じた食品屑は事業者が排出しているものですが一般廃棄物いわゆる事業系一般廃棄物ということに すぼりの最終処分場である安定型最終処分場で処分が可能なものです自動車等破砕物や水銀使用製品産業廃棄物などを除く ハイプラスチック類ゴムくず金属くずガラスくずコンクリートくずおよび陶磁器くずがれき類については腐ったり正状が変化したりしないので安定5品目と言われており安定型最終処分場で処分することが可能です。 こちらに示している安定型産業廃棄物以外は、安定型最終処分場で処分することができません。ご存知の通り、廃石膏ボードはガラスくず等に分類されますが、危険な硫化水素が発生する恐れがあるため、安定型最終処分場で処分することはできません。 また、おでや木くず、紙くず、繊維くずといった廃棄物も腐ったり、正常が変化する恐れがあるため、安定型最終処分場へは埋め立てできず、埋め立て処分する場合には、処分場の底を遮水シートで覆い、水処理施設が 設置さされた管理型最終処処分分場ですする必要がありますさらに有害物質の含有量が一定濃度を超える特別管理産業廃棄物については管理型よりもさらに厳重な遮断型最終処分場で処分する必要があります。 なお廃油廃酸廃アリカリといった液状のものは埋め立て処分ができませんこちらは一見安定型産業廃棄物に見えるけれども安定型最終処分場に埋め立てることができない「溶業系サイディング剤」について示しています 先ほど、排石工ボードも硫化水素を発生する恐れがあるため、安定型最終処分場で埋め立て処分することはできないと申し上げましたが、溶業系サイディング材についても、写真の通り、一見安定型産業廃棄物のようですが、中には木片が含まれているため、 安定型最終処分場に埋め立てることはできないものとなっていますのでご注意ください。その他にも有害物質や有機物が付着した容器包装や安定型産業廃棄物以外が付着混合しているものそれから混合廃棄物から 安定型産業廃棄物を選別した際に生じる残差これらについては安定型廃棄物として取り扱うことはできませんのでご注意くださいこちらでは注意が必要な普通の産業廃棄物の一つである水銀使用製品産業廃棄物について説明します 水銀については常温で液体の金属でありとても便利な物質であることからいろいろな製品に使われてきましたしかし人体に有害で神経系への麻痺を引き起こすという特性を持ち水俣病を引き起こした物質であることは皆さんご存知の通りです 近年、水銀は世界的にしっかりと管理すべきものと位置づけられ、廃棄物処理法上でも、水銀に関して、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有売人等、排水銀等というものが平成27年に新たに定義され、 平成29年10月から施工されました水銀使用製品産業廃棄物とは水銀を使用した電池蛍光ランプ水銀体温計水銀式血圧計などです水銀を使用した製品のことで 通常の取り扱いをしている場合には水銀が流出したり飛散したりすることはないので普通の産業廃棄物に分類されていますしかし破壊されると中の水銀が漏れ出したり蒸発して飛散してしまう恐れがありますので保管する際には 他の産業廃棄物と仕切りで分けて保管する必要がありますし保管の旨を掲示する必要もあり注意が必要です処理する際にも破砕等により水銀が大気中に飛散しないようにすることが必要になりますそれから安定型最終処分場で 埋め立て処分することはできないといったように普通の産業廃棄物とは別に処理等の基準に別途ルールが定められていますこれに対しスライドの順番は前後しますが排水銀等とは水銀を含んだものや水銀使用製品が 産業廃棄物になったものから水銀を回収して出てくるものを示します。これは水銀の純度が高いので特別管理産業廃棄物となります。また大気汚染防止法の梅塩発生施設や 廃棄物、焼却施設といった特定の施設から発生する廃産や汚泥などで判定基準を超えるものこのような水銀汚染物についても特別管理産業廃棄物となります一方で特定の施設 以外から発生するものは、特別管理産業廃棄物ではなく、普通の産業廃棄物となります。ただし、特定の施設以外から発生するもので、売人、萌柄、おでえ、交際のうち 1kg あたり、 水銀を 15mg を超えて含むものや、排酸、排アルカリのうち、1リットルあたり水銀を 15mg を超えて含むものは、水銀外遊売人等と規定され、処理基準などにおいて、普通の産業廃棄物とは、 別にルールが定められていますのでご注意くださいこちらには特別管理産業廃棄物の種類と正常、具体例を示しています特別管理産業廃棄物は爆発性、毒性、感染性、その他の 人の健康または生活環境にかかる被害を生ずる恐れがある正常を有するために、取り扱いに特に注意を要するものです。肺油、肺酸、肺アルカリ、感染性産業廃棄物に加えて、肺 PCB 等、肺水銀等、肺石面等、 有害金属等を含む有害産業廃棄物が分類されています。石面含有産業廃棄物は普通の産業廃棄物に該当しますが、保管や運搬、処理する際には普通の産業廃棄物とは別に定める基準に従う必要があり、取り扱いに 注意が必要な産業廃棄物であることを先ほど少しお話しさせていただきましたがこちらはその区分について見直しが行われたことを示したものになりますこれまで吹き付け工法で施工された石面含有仕上げ塗材が廃棄物となった場合は 特別管理産業廃棄物の廃石面等として取り扱ってきましたが、令和3年3月に、石面含有廃棄物等処理マニュアルが改定され、石面含有仕上げ土材が廃棄物となったもののうち、高圧水薦工法や剥離剤併用等により、 除去されたもので、泥状を呈しているものなどは、普通の産業廃棄物の汚泥、赤面含有廃棄物を含むかっこじ、に該当する場合があることが示されました。この改正に伴い、普通の産業廃棄物の 石面含有産業廃棄物の種類に汚泥が追加されていますなお、その取り扱いについてはピータイルや石面スレート等の他の石面含有産業廃棄物と同様に保管や運搬、処理する際には他の廃棄物と 混合しないように敷居で区分したり掲示を行うなど普通の産業廃棄物とは別に定める基準に従って処理していただく必要がありますのでご注意ください。皆様も建築資材を取り扱われることが多くありと思います。 取り扱うものが石面含有廃棄物産業廃棄物であるかどうかの確認と石面含有産業廃棄物である場合にはその取り扱いについて十分ご留意くださいますようお願いします石面含有産業廃棄物の種類におでを 追加する必要がある方は事業範囲の変更許可申請の手続きをお願いいたします廃棄物の処理ではここからは産業廃棄物の処理に必要な許可区分や処理の基準について説明していきます こちらは産業廃棄物処理業の許可の種類を示したものです。収集運搬業と処分業を合わせて処理業と言いますので覚えておいてください。取り扱う産業廃棄物の種類と事業の内容に応じてそれぞれ産業廃棄物 収集・運搬業、産業業、産廃棄物処分業特別管理産業廃棄物収集運搬業特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要となっています。これらの許可はそれぞれが別々の許可となっており他の許可で代替はできません。 特別管理産業廃棄物の許可があれば普通の産業廃棄物も取り扱えるというようなことはありません。また処分業の許可があれば収集運搬も行えるというようなこともありませんのでご注意ください。事業に必要な許可の申請をお願いします。 こちらは産業廃棄物の処理に必要な許可について場合分けしてお示ししたものです上段にお示ししているように排出事業者自らが廃棄物の自社処理を行う場合は収集運搬業の許可も処分業の許可も不要となっています 下段のように人に処理を委託する場合は皆さん処理業者の立場から言い換えますと他人の廃棄物を処理する場合はそれぞれ収集運搬業の許可処分業の許可が必要となっていますなお 自ら処理する場合も処理を委託する場合もいずれの場合でも処分の方法や処理能力の規模によっては産業廃棄物処理施設設置許可申請が必要となることがあります具体的には埋め立て処分を行う最終処分場や汚泥 のコンクリート固可処分を行う施設1日の処理能力が5トンを超える廃プラスチック類木くずがれき類の破砕施設などを設置する場合は施設設置許可が必要となりますので対象施設について ご確認くださいまた、設置許可申請が必要な施設を設置する際は、別途、福岡県産業廃棄物処理施設の設置にかかる紛争の予防および調整に関する条例、いわゆる紛争予防条例の手続きも必要となります。 紛争予防条例の対象施設については法で定められている対象施設に加えて福岡県独自で追加対象をしている施設もありますので一度ご確認をお願いいたしますこちらのスライドは建設工事における 排出事業者にについいいいて、ててま一度確認しししたたただきたいためにお示ししています。建設工事を請け負っている処理業者の方もたくさんいらっしゃり元請けで工事したり下請けで工事したり逆に元請けで受けた工事を下請けに依頼したりいろいろなケースがあると思います。 押さえておいていただきたい重要ポイントは建設工事に伴って生じた廃棄物については元受け業者が排出業者になるということです先ほどお話ししたとおり廃棄物処理業の許可の必要性を判断するポイントは排出事業者自らが 処理するかかどうかでしたそのため元請け業者が自ら廃棄物の処理を行う場合には収集運搬業や処分業の許可は不要です下請け業者が元請け業者から産業廃棄物の運搬や処分の仕事を 受けるときには下請け業者には収集運搬業や処分業の許可が必要ということになりますまたこの後委託契約やマニフェストの取り扱いについて説明させていただきますが排出事業者である元請けが処分業者と 処分に関する委託契約を締結しないといけないですし排出事業者である元受けがマニフェストを交付する必要があります委託契約は元受けと下受けで書面により行わなければならないとされていますのでどちらの立場になってもしっかり 契約を締結ししていいただきまますす。ようお願いします建設工事の現場では発注者元請け下請け孫請けなどの関係が複雑だったり曖昧に処理されていることがよくありますので無許可の下請け業者に運搬を 委託してしててまっていたとか下請けなのに元請けかのように処理をしてしまい誤った手続きを行ってしまったというようなことがないようご注意くださいこちらは収集運搬業の許可が必要な区域の確認になりますスライドのように A 県から B 県を通過して C 県まで廃棄物を運ぶ時廃棄物の積み下ろしを行う A 県と C 県の収集運搬業の許可が必要となり通過するだけの B 県の収集運搬業の許可は不要となりますここからは 廃棄物のの処理の基準についいて説明いたしますまずこちらは収集運搬の際の処理基準を示したものです。一般的な内容として運搬車・運搬容器は産業廃棄物が飛散流出悪臭が漏れないものとすること。 収集・運搬に伴う悪臭騒音振動により生活環境の保全上支障をきたすことのないように必要な措置を行うことが求められています。また運搬車両の両側面には産業廃棄物の収集運搬車であること。 許可業者名、許可番号を見やすく表示しなければなりません。また、運搬車両には、収集・運搬する産業廃棄物に関する書面の備え付けが必要となっています。具体的には、許可書の写しとマニフェストを 携帯していただかななければなりません車体への表示はマグネットシートのように着脱可能なものを用いても構いませんが識別しづらい手書きのものや略称や屋号など事業者の正式名称がわからないものは不適切な表示となります。 また、電子マニフェストを使用している場合は、許可書の写しに加え、電子マニフェスト使用書及び運搬する廃棄物の種類や数量、運搬先などを記載した書類の形態が必要となります。なお、運搬する廃棄物に関する書類については、 スマートフォンなどの電子機器で常に確認できる状態であれば電子情報で代替できます。他人の産業廃棄物の積み替え保管を行う場合は積み替え保管を含む収集運搬業の許可が必要となりその際は 保管にかかる飛散流出防止措置などの必要な措置を行うことも求められます。なお積み替え保管の許可については福岡県では感染性廃棄物や蛍光管などの積み替え保管など業務上やむを得ないと判断する基準に 適合する場合のみ許可していますこちらは処分の際の処理基準を示したものです一般的な内容としては収集運搬業と同様処分に伴う悪臭・騒音・振動により生活環境の保全上 支障をきたすことのないように必要な措置を行うことが求められています焼却処分や埋め立て処分を行う場合など各処分の方法ごとに細かい基準が定められており焼却処分を行う場合は二重扉、除燃装置、 温度計などを設置し800度以上で焼却できるものであることという構造の基準に加え黒煙が発生しないように焼却することなどの焼却方法が規定されています保管にかかる規定では囲いや掲示板を設けること 屋外で保管する場合の高さ制限50%勾配での積み上げのルール保管料の上限ルールは処理能力の14日分までなどが定められています。なお保管上限については例外もあり 建設業にかかる産業廃棄物の再生処理を行う施設では木屑及およびコンクリート破片は28日までアスファルトコンクリート破片は70日分までの保管が上限とされていますこちらは処理委託に関するルール 委託基準について示したものです排出事業者が皆さんのような許可を受けた処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する場合の基準です。また処分業者が中間処理後廃棄物の処理を他の処分業者へ委託する場合も同じ基準になります。 他社へ処理を委託する場合は必ず許可を受けた処理業者であることを確認して委託すること委託しようとする処理の内容がその事業範囲に含まれていること委託契約書は書面により行うこと 委託契約書には必要な条項が含まれかつ許可証が添付されていること特別管理産業廃棄物の委託処理の場合あらかじめ委託しようとする当該廃棄物の種類数量取扱いの際の注意事項 の情報が文書で通知されていること委託契約書は契約終了日から5年間保存することが規定されています委託契約は書面により行うこととされているため処理業者の皆さんは処理委託を受ける際 また、処理委託を行う際、いずれの場合も適切に契約を締結してください。こちらは委託契約について図示したものです。排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、収集運搬業者と処分業者、 それぞれと書面にて委託契約を締結する必要があります契約書のひな形については処理業者が準備されていることが多いと思いますまた処分の委託契約の作成について収集運搬業者が排出事業者と 処分業者の間に入ってて補助されいいいる場合も多いと思います委託基準は委託する側にかかる基準ですが契約は両者で結ぶものですので委託を受ける処理の内容廃棄物の種類正常数量金額期限 などに漏れがないようしっかり内容の確認をお願いいたします。また、排出事業者については委託した産業廃棄物の処理状況確認にかかる努力義務が明確化されています。マニフェストで処理状況を確認することはもちろん必要に応じ 現地確認を行うことについても求められていますので処理業者の皆様も適切に対応していただきますようお願いいたしますまた委託契約書に許可期限が切れた許可書が添付されているケースもよく見受けられるため業許可を更新した際は適切に 更新新後の新ししいいい許可書を提供されまますすようお願いいたしますこちらには委託契約書に関して誤りが多い事例を例示しました誤りが多い事例として数量金額期間などが未記載であるケース 運搬先住所が未記載、最終処分場所が未記載であるケース先ほどお話ししたように許可更新前の期限が切れた許可書が添付されているケース産業廃棄物の種類が追加されたり荷姿に変更があったにもかかわらず 契約変更の手続きがなされてないケース、積み替え保管がある場合の契約書の不備などがよく見受けられますので、契約締結の際にはご注意ください。ここからは、産業廃棄物管理表、いわゆるマニフェスト制度について。 ご説明いたします廃棄物処理法第12条の3第1項では産業廃棄物の処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合産業廃棄物管理表いわゆるマニフェストを交付しなければならないと規定されていますマニフェストは排出事業者が産業廃棄物の流れを自ら 把握・管理理し不法ののの防止等適正な処理を確保すするためのものですマニフェストの運用にあたっては引き渡しと同時にマニフェストを交付してください種類ごと運搬先ごとに分けて交付してくださいまた複数の産業廃棄物が発生時から一体不可分の状態で混合している場合にはこれを 一つの種類としししててマニフェストを交付して差し支えありま,せんまた、産業廃棄物が1台の運搬車に積み込まれた場合であっても、運搬先が複数である場合には、運搬先ごとに交付するようにしてください。産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を記載してください。 交付したマニフェスト及び処理業者から送付されたマニフェストの写しを5年間保管してください。これらのルールが遵守されない場合、廃棄物が今どのような状況なのか把握できなくなり、廃棄物の不適正処理につながる可能性があります。マニフェストの媒体としては紙・電子の2種類があります。 最初に紙マニフェストの一般的な流れについてご説明します。まず、排出事業者が必要事項を記載したマニフェストのうち、A 票を手元に保管し、A 票以外のマニフェストを運搬業者に交付します。このとき、マニフェストは廃棄物の引き渡しと同時に交付してください。運搬業者は、産業廃棄物を指定された中間処理業者まで、 運搬し終わったら運搬終了年月日等を記載した後手元に B1 表を残し B2 表を排出事業者に返送しますそして C1 表、C2 表、D 表、E 表の4枚を中間処理業者に回復しますこの時もマニフェストは産業廃棄物の引き渡しと同時に回復してください排出事業者は運搬業者から送付を受けた B2 表により、委託した中間処理業者への運搬が終了したことを確認します。運搬業者から廃棄物とマニフェストを受け取った中間処理業者は、委託された処分を終了したときは、処分終了年月日等を記載した後、C1 表を自らの控えとし、C2 表を運搬業者に、D 表を排出事業者に送付します。これをもって運搬業者 排出事業者は廃棄物の中間処理が終了したことを確認しますここまでがいわゆる一時マニフェストの流れです通常、この後に中間処理後物を最終処分するための二時マニフェストの流れが発生します二次マニフェストは中間処理業者が排出事業者として交付します基本的な流れは一時マニフェストと同様です 最最終終終処処分分業者は、は、が終了したとと D 票票もに E 票を中間処理業者に送付します。中間処理業者は最終処分業者から2次マニフェストの D 票、E 票の送付を受けたときは廃棄物の最終処分が適正に終了したことを確認の上、一時次マニフェストの最終処分終了年月日等を記載した後、排出事業者に一次マニフェストの E 票を送付します。 排出事業者は、一時マニフェストの E 票の変装をもって、自らが排出した産業廃棄物の最終処分が終了したことを確認します。ここで重要なのは、マニフェストと廃棄物が同時にこの流れで動くということです。マニフェストを確認することで、今、廃棄物がどのような状況なのかを把握できるよう、適正に運用してください。 マニフェストの記載事項についての説明ですまず排出事業者がマニフェストに記載すべき事項についてです中でも7番の数量と2姿については記載漏れをしやすい項目となっておりますので注意が必要です例えば排出現場に計量器がなく処理場に持ち込んでから計量を行う場合排出事業者が 数量の欄を未記載のままマニフェストを交付してしまうというケースが想定されます。数量は、重量に限らず、容積でも記載可能ですので、必ずマニフェストの交付時点で数量を記載してください。その他の排出事業者がマニフェストに記載すべき事項です。 これらの記載すべき事項が漏れている場合は、マニフェストの記載義務違反となります。また、記載はされていても、その内容に虚偽がある場合には、マニフェストの虚偽記載となり、厳しい罰則がありますので、十分ご注意ください。こちらは、マニフェスト A 表の記載例です。 図の番号は、先ほど説明した記載すべき事項の番号と一致しています。8番の中間処理業者が記載する欄については、一時マニフェストの場合、記入不要となっておりますので、空欄の場合は、斜線を引いてください。また、送付期限は、D 票が交付日から90日以内、E 票が交付日から 180日以内となってお、りますなお、このマニフェストはあくまで様式の一例ですので、別の様式のものについては、ここで説明した記載すべき事項が記載されているかを必ず確認してください。次に、収集運搬業者が記載すすべき事項です 運搬受託者の氏名または名称、運搬を担当した者の氏名、運搬終了年月日を記載します。16番の有価物収集量についてですが、積み替え保管場所において有償で売却できるものの抜き取りを行う場合には、その収集量を記載する必要があります。 次に、処分受託者が記載すべき事項です処分受託者の氏名または名称処分終了年月日最終処分終了年月日最終処分を行った場所を記載します19番の最終処分終了年月日についてですが再生を受託した場合には 中間処理をした結果有償で譲渡できる正常になった年月日を記入しますこちらはマニフェストの E 表の記載例ですこちらについても図の番号は先ほど説明した記載すべき事項の番号と一致しています送付期限については B2 票が運搬終了日から10日以内、C2 票が処分終了日から10日以内、E 票が二次マニフェストの E 票が送付された日から10日以内となっております。すマニフェストに関する不適正な運用の例です。 処分受託者が廃棄物の処理を終えていないにもかかわらず排出事業者に C2 表、D 表を送付したり E 表の最終処分を行った場所について未記載であったり異なる場所が記載されているなどが挙げられますこのような不適正な運用を行えば制度の趣旨を損なうこととなり産業廃棄物の 適正な処理の確保が困難となるため違反行為に対しては罰則が設けられていますマニフェストに関する罰則についてはこちらの通りですこれらの違反にはいずれも1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられますマニフェストの運用には 十分ご注意ください。次に、産業、廃棄物管理表、交付等状況報告書について説明します。前年度において紙のマニフェストを1枚でも交付した。排出事業者は毎年6月30日までに前年度に交付した。マニフェストについて産業廃棄物管理表。 交付等状況報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。なお、にじまにフェストを交付した中間処理業者についても報告が必要です。報告にあたっての注意事項です。同一の都道府県の区域内に設置が短期間であったり、 住所地が一定しない事業場が2つ以上ある場合には、これらの事業場を一事業場としてまとめた上で提出してください。産業廃棄物の種類と委託先ごとに記入してください。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有売人等が含まれる場合は、その旨を明らかにしてください。 処分先の住所については、運搬先の住所と同じ場合は記入する必要はありません。提出先は、県域の事業者であれば、福岡県内の各保健福祉環境事務所宛となっています。なお、北九州市、福岡市、久留米市の事業者につきましては、 各政令市・中核市の環境部局にお尋ねください。ここからは、電子マニフェストについて説明します。電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化したもので、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三社が情報処理センターを介した ネットワーク上でマニフェスト情報のやり取りを行います。電子マニフェストのメリットは、事務処理の効率化、法令の遵守、データの透明性の三点です。事務処理の効率化については、マニフェストのファイリングや保管が不要となるほか、先ほど説明した 産業廃棄物管理表交付等状況報告書の提出が不要となります。法令の遵守については、記載漏れが防げるほか、処理完了報告確認期限を自動的に通知するため、確認漏れが防げます。データの透明性については、排出事業者、収集運搬業者、 処分業者の三社のうち、誰かが単独で情報の修正・取り消しを行うことはできないため、情報が勝手に書き換えられることがありません。電子マニフェストの利用料金は表の通りです。年間の利用件数に応じて主に A 料金、B 料金があり、 件数がが多いいい場場合合はは A 料金少ない場合は B 料金、金少な B 適しています。電子マニフェストへの加入を希望される方は、公益財団法人、日本産業廃棄物処理振興センターまでご相談いただきますようお願いいたします。 ここからは産業廃棄物処理業者が付けなければいけない帳簿について説明します。産業廃棄物処理業者は、排出事業者から委託されて収集・運搬または処分を行った産業廃棄物について、事業場ごとに帳簿を備え付け1年ごとに閉鎖し、 5年間保存しなければなりません。産業廃棄物を収集運搬する場合の帳簿の記載事項はこの表の通りです。この内容がマニフェストに記載されている場合は、マニフェストを時系列に閉じることで帳簿に変えることもできます。 産業廃棄物処分業についてもこの表の内容を帳簿に記載しなければなりませんこの時に中間処理後の産業廃棄物のマニフェストについてもこの帳簿に記載する必要があることに注意してください中間処理後の産業廃棄物を委託する際にも二次マニフェストについて帳簿を作成し 備え付けなけななればなりませんその時には一時マニフェストについてもその帳簿に記載して紐付ける必要があります中間処理後廃棄物の処分を委託する際にも同様に帳簿を作成し保存する必要があります続いて 産業廃棄物処理業を行う際に必要となる申請について説明しますまずは申請の窓口について説明します基本的に政令市内で処理を行う場合はそれぞれの政令市政令市以外で処理を行う場合は 福岡県の各保健福祉環境事務所が窓口になります。ここで有政令市は、北九州市、福岡市、久留米市になります。ただし、収集運搬業に関しては、福岡県の許可があれば、各市政令市内においても収集運搬ができますが、積み替え保管については、 その積み替え保管場所を所轄する政令市の許可が必要です。ここでは産業廃棄物収集運搬業や処分業を行うにあたって必要となる申請や届け出について説明します。産業廃棄物処理業を始める場合や受けた許可を更新する場合は、 産業業廃棄物処理業の許可申請が必要です。また取り扱い品目を増やす場合や処分業で処理方法を変更する場合などは事業範囲の変更許可申請が必要になりますただ処分業の申請の前に処理施設の設置許可が必要になったり県と政令市とで取り扱いが異なる場合もあるので 事前に必ず申請や相談で来所する際には必ず電話で予約をお願いします。産業廃棄物処理業の許可申請にあたっては申請に応じた講習会を終了しなければなりません。 講習会は特別管理産業廃棄物と普通の産業廃棄物、収集運搬業と処分業とでそれぞれ別の講習になっており、さらに新規許可用と更新許可用に分かれております。新規講習会の有効期限は5年ですが、更新講習会は2年ですので、許可期限の前2年間の間に、 講習を受ける必要があります最終処分場や焼却施設、破砕施設などの政令で定められた産業廃棄物処理施設については事前に設置許可が必要です。福岡県の場合は紛争予防条例の手続きを終えた後に申請することになります。この許可後に 施設を設置して使用前検査を受けた後に施設が使用できるようになりそれから産業廃棄物処分業の申請ができるようになります申請や条例手続きにはさまざまな添付処理が必要となりまた時間もかかりますので計画の早い段階で申請窓口にご相談くださいなお 各種申請書に添付される住民票については本席が記載されておりまた個人番号の記載がないものを提出されるようお願いします続いて有料参拝処理業者の認定制度について説明しますこれは通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした 有料な処理業者を認定,する制度です認定を受けることにより許可の有効期限が7年に延長されるほか許可証に有料マークがついて排出事業者からの信頼が得やすくなり入札などで有利になるなどのメリットがあります。 有料参拝処理業者に認定されるための基準は次の通りです。まず、実績と順法性。最低でも5年間、産業廃棄物処理業の実績と行政処分を受けていないことが必要です。それと、インターネットで事業内容が公表されていること。ISO14001 などの環境認定を受けていること。 電子マイフェストを利用していること、通常の申請よりも厳しい財務基準をクリアしていることが必要になります詳細は申請窓口にお尋ねください最後に福岡県では廃棄物処理法に基づき行政処分の対象になった事業者名及び 処分内容について県のホームページで公表しています。これは福岡県産業廃棄物行政処分というキーワードで検索すると産業廃棄物処理業者等に対する行政処分を公表しますというホームページで一覧を見ることができます。1件につきスライドの赤枠で 囲った部分のように表示されており、詳しい内容は PDF ファイルから見ることができます。ご静聴ありがとうございました。